おはようございます。ミュージックアースレンズの林です。今日ご紹介するのは HK オーディオルーカス7300。なんといってもこの魅力は大出力ながらも 10.3 キロという軽さで持ち運びも楽々です。出力は 230W。 この大きさから考えられないほどの大出力になっています。室内の会議などの集会だったら、50人から150人ほどの規模を賄うことができます。入出力の方を見てみましょう。入力は3チャンネルあります。こちらマークとかですごい分かりやすいんですが、まあ、マイクであったりで、こちらはステレオになっているのでギターやミキサーやキーボードなどをつなぐことができます。で、3チャンネルは RCA の3チャンネルは RCA の端子になっていて、でこちらにはミニステレオのジャックがついているので、まあ、音楽プレイヤーだったりパソコンなどからミニステレオで音をインプットすることができます。こちらはアウトの端子になります。こちらはレックアウト、レコーディングなどにも使うことができます。で、一番右側がリンクアウト、リンクインアウトです。でこちらは、こちらの本体を2個用意して2台で使うときなどに使うアウトの端子になります。そしてこちらのボリュームの下のノブになります。こちらは音質の変化をもたらすこともできるノブになりまして、で上のスイッチでオンオフの切り替えをすることができます。こちらの7300のすごいところは、こちらのサブウーハーの部分とサテライト部分が分解するんです。でさらにこのサテライト部分が2つに分解しますが、分解しずにこういうスタイルはモノスタイルという名称になります。別売りのサテライトスピーカー用のスタンドが入ったアドオンパッケージは、こちらを使うことによってさまざまなセッティングが可能になります。それではやってみましょう。エクステンドモノというスタイルをやってみようと思います。エクステンドモノに必要なのがアドオンパッケージ内に入っているこちらのスタンド部分と、サテライト部分とサブウーハーをつなぐスピーカーケーブルになります。はい、こちらがエクステンドモノという形になります。で、こちらスピーカーのスタンドをもっと伸ばすことができる、こんな感じで伸ばすことができるので効率よく音広域を遠くに伸ばすことができます。そしてこの状態からサテライト部分のみをアドオンパッケージのこちらのスタンドの方に挿すことで こうすると二まとまりになったステレオスタイルという形になります。そして先ほどの2つついたエクステンドモノのこちらのまとまりを2つ用意することで、ステレオで合計にして 460W の大出力で音を出すこともできます。こちらの専用アクセサリーのアドオンパッケージ1の他にアドオンパッケージ2があります。アドオンパッケージは、まあ、こんな感じみたいな感じで、アドオンパッケージ2は壁掛けにしたり、机の上に置いたりするときに便利になります。
卓上スタイルだと会議などの覚醒用や、PC、パソコンのモニターとして使うこともできますし、カフェやバーなどで映画鑑賞とかで壁掛けで音を流したり、サブウーファーで迫力を出すということも可能になります。片付けするのも超簡単なんです。こちらを上にしていただいて、でサテライト部分もこちらをやって、こちらでロックされます。でそのまま持ち運びするという、とても簡単に小スペースに片付けることができます。フレンズではスピーカー単品の購入はもちろん、エクステンドモノステレオスタイルができるアドオンパッケージ1と、卓上壁掛けができるアドオンパッケージ2がセットになったもの、それぞれご用意しております。別々に買うよりもセットで購入した方が断然お得になります。ここでフレンズのお得情報です。フレンズで HK オーディオルーカスナノ300をご購入いただいたお客様には、ケーブル付きのダイナミックマイクと大江タップをプレゼントします。これでもうトーク用のマイクを買う必要はありません。届いたらすぐトーク、カラオケなどすぐできます。いかがだったでしょうか。 HK オーディオルーカスナノ300、会議やプレゼン、ギター、ピアノなどいろいろなイベントで活躍することは間違いなしです。ぜひフレンズでご検討ください。最後までご視聴ありがとうございました。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。